さあ、戦場の狼だ。どうも、ドラゴンアッシュです。いや、レオパルトのアッシュでございます。ああ、さてさて、今日ですね、フリーマーケット、ダイナムさんで行われたフリーマーケットに来ております。で、今日はね、こちらのフリーマーケットに、まあ、いつものリボちゃんが来ております。リボちゃんでございます。今日はね、リボちゃんと一緒にね、これフリーマーケットちょっと行ってみようということで来てみましたので、まあ、いろいろね、ちょっと見て回りましょうかね。せっかくですからね、リボちゃんもなんか気になるものあったらぜひいろいろ買ってみてくださいね。じゃあそれでは早速、フリーマーケットに行ってみよう。まあ、最初は古本花風堂って読むんですか。花風堂さんでございます。これね、本、古本、これすげえじゃん。これつぶらやの指人形セットだ。すげえ、ゴジラがあったり。これすごいぜ、ナメゴンだぜ、ナメゴン。ナメゴンがいる。ゴジラでギドラがいて、ウルトラマンだね。これすげえ、これなかなかすごくないですか。そうでもない、ちょっと出回ってます。出回ってんすか、結構これ、はい、あ、そうなんだ。あといろんなこういう料理本、あと絵本が多いのかな。雑誌と料理本ですね、雑誌。これこれはあの松本潤の写真集、写真というよりはこの現役上にてっていう、その時の様子があれだ、載ってる雑誌。雑誌、あ、雑誌なんだ。松潤ですよ、松潤。こういうのが、なかなかね、ファンの方はこういうの欲しいでしょうからね。はい、欲しがりますよね、これ。こういうの売ってます。あとこれすごいですね、三島由紀夫。こういうの、いろんな本があります。こっちは古着とグッズですね。はい、そうです。子供服なんかが。こういうのね、子供服ってこうその時こう着て終わっちゃいますもんね。1回2回着たらすぐ大きくなっちゃうから。はい、ほら、こういうこのね、こういうブランド品も売ってるし、あ、ハリーポッターの杖売ってますよ、これ。これでほら、あの呪文唱えて。そうですね、ね、あのワーナーブラザーズに行ってもらえればこれね、はい、なんエクストラなんたーってこうね、バーってやればこうなんかビーム出っかもしれません、皆さん。1000円で売ってますよ、皆さん。ビーム出したい方は買いに来てください。子供服とか婦人服もすげえ安さで売ってます。鬼滅のやつ50円。どれでもこれに関しては10円ですよ。もう20の靴下、この辺どれでも300円。すごい安いな。ほう、消しゴム、こういうの子供喜ぶよね。靴、子供の靴なんかすごい大きくなっちゃうからさ、こういうのすごいいいよね。こういうなんか、あ、これかわいいね、アンパンマンのコースター、ペン、いろんなのが売ってます。あ、ストライダーだ、自転車のね、あの練習するやつです。すげえ、ゲーム売ってるぜ。ほらほら、うわー、懐かしい、これディスクシステムじゃん。ディスクシステム売ってるぜ。懐かしい、知ってる、ディスクシステムって。リコちゃん、こういうやつ、あのフロッピーディスクよ、要は。早い話が、この中に入れて遊ぶ、ファミコンにつなげて遊ぶやつ、知ってる。リコちゃん知らないか。16歳だもんね、さ、知らないよね。これほら、ファミコン、どうしよう。悪魔くんとかあるぜ。
イヤ人、ドラゴンボール Z。 いやー FF2 だって、懐かしい。あー戦場の狼だ。うーわー本間くん、あなたの戦場の狼ここにありますよ。いや、すげえ。俺これ買ってこうかな。リコちゃん、俺ファミコン、そう、買ってくわ。買ってく、俺戦場の狼じゃあゲットします。これ後で。うわ、スターラスターだ。知らないよね。スターラスター。ちょっとこれは俺に買えと言ってることだよね、リコちゃん、これ。そうだよね。これ買いなさいと。ね、これ、じゃあ、本間くん、君の、じゃあ、戦場の狼は私がゲットします。502とか。これも一応着なかったんだよ。あ、これもいいな。ミディアムサイズ。かっこいいな。結構タグもしっかりしてるし、まだ新しいんじゃないかな。こういうのも売ってます。じゃあせっかくだから、じゃあ羽織ってみる？ちょっと待ってね。あ、サイズ合うかな。サイズこれミディアムだからさ。いいじゃんいいじゃん。かっこいいかっこいい。意外と似合ってる。似合ってるよ。じいちゃんいいわ。それかっこいいわ本当に。それいいね。それいいそれいい。リコちゃん意外とじいちゃん似合うっていうのが今判明しました。でしょ、海外のお金、中国じゃない。あ、中華人、ほら書いてある、中華民国って書いてある。古い、中国は中国でも古いですよね、うん、中華民国だから人民共和国じゃないから。これなんかもすごいよ、ほらどこだか、ゴジラ、ゴジラ、あ、ゴジラで珍しい。これ何ちゃんとイヤリング。そうですね、片っぽしかないんですけど、あと指輪。あ、ゴジラの指輪だ、ほらゴジラの指輪。ゴジラのグッズだけ持ってくんの今日。持ってきてくださいよ、ゴジラ。持ってきます、今度は。これでも俺入んないよな、こちらな。あ、でもそれサイズ拡大できるあのタイプのやつだから広げられるかもしれない。広げられるかな。あ、本当だ本当だ、これサイズ拡大できるやつだ、こちら。だからこのあれで、自衛隊のやつ、ほらほら、こういうの好きな人いるでしょ、ほら、うん、もうそこしか残ってないんです、いっぱいあったんですよ。カフスボタンか、これ、うん、ほらほら、でもほら、こういうのをなグッズとして持ってるというかね、集めてる人もいますからね。はい、ゴジラかわいい。ゴジラこれぐらいですか。ゴジラ、ゴジラは300円です。ゴジラ多分当時のなんかのグッズだと思います。じゃあ私ゴジラ買いましょう、これ、はい、ゴジラ、ゴジラ、はい、というわけでダイナムのフリーマーケット行ってまいりましたが、リコさんどうだった、あれフリーマーケット、なんか掘り出し物あった。なになになに、お、ブレスレットじゃん。いずれの間に買ったんだ、それ。これ毎月ね、
やってるようなんでね、またあの皆さん機会があればぜひ来てください。我々ちょっとね、次のところがありますんで、とりあえずこの辺、この動画こちらでお開きします。それではあのよろしければチャンネル登録、高評価、そしてコメントよろしくお願いします。そしてリコちゃん の, あのツイッターあのフォローよろしくお願いします。じゃあリコちゃん次のところ急ごうかね。じゃあまた別の機会に、レパルトの来週と調子特別観光大使リコちゃんでございました。ありがとうございます。じゃあリコちゃん急ぐよ、ちょっとほら急ぐよ、もう次のところあるんだから、ほらついで。